ました、あれ本当に諦めないってことは本当大切なことだなと思いますよね。でそんな中でね、気持ちのやっぱりこう浮き沈みっていうかな、そこを、まあ、医師としてね、いろんなことを学んではいるんだろうと思うけれども、そのセルフマネジメントとかその辺はどうでした？そうですね、淡々と勉強していることが多かったんですけれども、やはり2回モチベーションが下がってしまうことはありました、はいはい、1回はその2018年に予備試験の論文試験に落ちた時なんですけれど、その前の年に合格してた論文に落ちたっていうことで、自分がやってる勉強の方針自体が違ってるんじゃないかっていうふうに考えざるを得ない状況になった時でした。その時は冷静に何で落ちたのかっていうことを分析するとともに、もう何度か受けてればきっと受かるだろうっていう部分もあったので、あまりそこでやる気をなくしてずっと法律から離れちゃうってことはしないようにしていました。なるほど。もう一回は2020年の予備試験で、その論文試験の日程がコロナの影響で延期になった時です。去年ね、まさにコロナ真っ只中で試験日が、はい、まず5月の担当はなしですと。で、次いつになるか分かりませんっていう時だよね。はい、その時はもうその、不安でなかなか勉強どころではない日々だったんですけれども、その時はもう仕事に集中してちょっと忘れることにしてました。なるほどね、はい、そうすると、その仕事と勉強とうまくこう総合感みたいなものがあったって感じかな。そうですね、と受験回数が増えてくるにつれて、受験してる日々も大切な人生の時間だっていうことを意識するようになったので、ね、やっぱり仕事も法律の勉強してたからこそ充実してるっていう面はあったかなと思います。確かにそうなんだよね。受験生の時代っていうのは、法律家になるために勉強してるんだけど、その準備期間、予備みたいな手前だから、なんかそこはなんか人生の本番じゃなくて本当に、準備期間に過ぎないなとつい思ってしまうけど、でも自分の大切な人生の本番なんだよね、そこはね。だからそこをやっぱりちゃんと、なんていうかな、自分らしく生きるっていうか過ごすということ、そこを決して合格する前だからなんかね、大したことないとか自分を否定する必要は全くないということだよね、はい、だんだんそういう気持ちになってきた。そうですね。なるほどね、はい、私もよく言うんだけどね、本当にその方にとって一番いいタイミングで合格することになってるから心配がないよ。でその、もちろんスッといく人もいればちょっと苦労しながらね、でもその苦労しながらの過程でいろんなことを学べるし、いろんな人と出会いもあったりするし、いろんな、それこそ自分の成長もあるわけだから心配がないと、堂々と安心してやるべきことになったってやってればいいんだみたいなことを言うんだけど、そんな感じになってきた。まさにそうでした。もうその先生がおっしゃっていた自分にとって最高のタイミングで合格するっていうのをいつも信じて、今回は今年はご縁がなかったんだなと思って、またやり直し、新しい気持ちで1年間勉強するっていうのを繰り返していたような状態でした。なるほどね。それも大変だっただろうと思うけども、医師としてのお仕事があるがゆえに、そこでうまくちょっとバランスを取れたっていうところ、社会人だったからこそっていうところも若干あった。それはあったと思います、ね、でもその、去年ね、そのコロナの中でお仕事をして、そして後日に来るわけでしょ。それはやっぱりこの感染リスクだとか、そういうところも相当ストレスあったから。何、試験が伸びたっていうだけじゃなくて、そうですね、2020年の口述試験の前はそのコロナ対応も行う救急科でその研修をしていたので、口述試験の勉強を続けながらも、もし感染したら受験できないっていうふうに考えると緊張することはありました。そうだよね。ただその将来公衆衛生の分野で医療と法律の専門性を生かして公衆衛生に貢献したいっていうふうに思っているので、将来のことを考えると、コロナ禍で医師として働く機会が得られたことはすごく貴重な経験だったかなとは思います。そうだね、それはもう大したもんだ。本当に想像するだけでもちょっとそのストレスが、口述試験のね、緊張感ストレスもあるけども、でも本当に絶対感染しちゃいけないし、またそのお仕事をしているところでの対応も含めて、いやもう本当大変だったんだろうなと思いますけども、よく頑張って乗り越え
ましたよね。で今ねちょっとお話があった将来公衆衛生みたいな、その将来の、ね、夢というかこれからのキャリアの希望みたいなものをお話していただきます。はい、その医学部の4年生の時に、WHO 世界保健機関の、ヘルスローというの部署でインターンシップをする。ヘルスローというなんか部署があるわけ、部署なんかなんかヘルスローというのは公衆衛生分野の法律一般を指す概念なんですけれども、例えば今だと感染症法ですとか、と妊産婦の健康に関する母体保護法と喫煙に関する健康増進法とかそういうものを全てひっくるめた言い方なんですけれども、そのどういう法律があるといろんな国の人々の健康にどういう影響を与えるのかということに注目している学問だと私は理解しているんですが、そこでインターンシップをする機会に恵まれまして、そこでは医療と法律の専門性を生かして公衆衛生に貢献できる仕事があるということを学びました。それ以来ヘルスローを実践したいという思いで、まずは自分の国の放送資格を取ろうと思って勉強してきたので、やっとその準備が整ったということで、今後は国際機関にも応募していきたいとは思っています。ただそのまずは日本の国内で医師としての研修と、あと法律家としての研修をしながら国内でできるヘルスローの研究を進めていきたいと思ってます。そうなんだ。あれだよね、その WHO に行った時にはまだかな COVID-19 なってね、そんな誰も想像してなかったわけでしょう。だからその時点で将来そういう公衆衛生の分野に行って、医学と法学、まあ、法律と医療の両方の架け橋っていうかな、それはなんかすごい一歩も二歩も、ね、先行ったって感じだよ、ね、でもこれから本当に重要でしょ、その分野は。と日本でも今回コロナ対策をめぐって、はい、そね、のヘルスローの重要性が認識され始めていると感じますので、はい、今後はその国内でもヘルスローを身近なものにする活動に従事できたらいいなと思ってます。まあ、今回ね、国民多くの皆さんたちもね、やっぱりその、まあ、感染症法もそうだし、特別法もそうだけれども、こういったところでいかにその法が大切か、で今の国会はね、まあ、これ国会言ってもしょうがないけど国会も開かないで、内閣はね法律作んないで、まあ、皆さんにお願いベースで終わっちゃったりだな、本当はきっと法律を作って、それに基づいて行政を運営する、また中央と地方の関係性なんかもね、そこはやっぱりその公衆衛生かな、その医学の知識があり、そしてかつ法律の知識があり、そういう人間がやっぱりいないと、なかなか、まあ、言ってみるな、それぞれの人もがバイバイ言うだけじゃない、だから先進まないなと思って、そういうコーディネーター的な両方が分かっている人と、本当にこれからの人材として必要だなと思いますよね。頑張ってほしいと思います。今ね、このこれ聞いてくださって皆さんの中にはお仕事しながら、という方もいらっしゃると思うので、社会人として、お仕事をしながらこの少子化勉強するというメリットというか、はい、どうだろう。大きく3つあると思っていて、1つは合格するまで受験を続けられる精神的経済的安定だと思います、もう1つはその法律を学んでいることことによって、今の仕事を他の人とは少し違う視点から考えることができることだと思います。3つ目はその今の仕事の枠を超えて自分の夢とか、いろんな人の夢を応援してくれる人と巡り合うことができることだと思います。なるほどね。まず最初の一つ目のこの精神的な、まあ、経済的な安定、その今仕事があるんだから、まあ、なんだろう、学生だともう後がないよっていうね、周りがみんな就職活動してる中で自分はこの勉強を続けていくんだ、なぜやっぱり受かっていかないとっていう、どうしても自分自身にすごくプレッシャーをかけちゃうことがあるけれども、お仕事してると、まあ、淡々とやるべきことをやっていくっていうね、今の仕事でも、まあ、意図塾で勉強されてる皆さんたちはお仕事自体も、本当に社会に貢献されてるね、立派な仕事されてる、それ自体で意味のあることをやっておられて、さらにもっと上行きたいっていう方がまだ大勢いらっしゃるから、まあ、そこは、本当に仕事を続けているっていうことによる安定感、安心感、それかなり大きいですよね。で自分のいいタイミングでちゃんと受かるからっていうね、割とね、社会人で合格された方にお話を伺うと、あまりこうガツガツ絶対受からなくちゃっていうよりは、
ちゃんといい時に受かるから大丈夫だというそういう、まあ、安心感、安定感、それも取られる方っていうのは結構多いなと思ったんですよね。あとやっぱりそのお仕事の視点があって、まあ、法律の視点があったり、物事をこう多角的に見れるようになるじゃないですか、はい、それもいいんですよね。で当然仕事を、まあ、さっき初見でちょっとお話しいただいたように、いろんなこう人と出会いがあるっていう、それもね、法律家の世界っていろんな過去の経験が全部役に立つ仕事だから、過去のいろんな人との出会いだとか経験が全て実務家になったというか糧になっていくっていうかな、本当に役に立つ、うん、素晴らしい仕事だろうなと思って、そういう意味ではお仕事しながらっていうのもいいよねっていうことだね。そうなんですね。その今後法律家として働く時にそういうふうに今までやってきたことも生かせてるなって思えるのかっていうのはまだ私には分からないですけれど、思えるとしたら嬉しいなと思います。そうね、きっと生かせる違いないと思いますよ。本当に頑張ってほしいなと思います。特にこういう、まあ、これからも、ね、このコロナだけじゃない、いろんな感染症も含めて公衆衛生上のいろんな問題が、ね、やっぱり日本でも世界でもまだまだこれからというところなので、ぜひ活躍していただければと思います。ありがとうございます。それでは今聞いてくださっている、ね、受験生の皆さん、何かメッセージをカメラにお願いします。はい、本日はお忙しいところを聞いてくださってありがとうございます。主に私、つい先日の私のように受験生活が長くなっている方へのメッセージなんですけれども、私は4回目の受験でその論文試験に不合格になった時に成績が下がっていることに気づきながらも、やっぱり受験をやめるっていう決心ができませんでした。その予備試験の受験を続けるのか、法科大学院ルートに切り替えるのか、冷静な判断ができていたらもう少し短い受験で済んだのかなというのが私自身の反省点です。先ほどの話の中でもありましたが、受験生活も大切な人生の時間なので、ご自身の決断と意図軸を信じて、どんな結果になっても後悔のない受験生活をお過ごしいただけたらいいなと思います。頑張ってください。ありがとうございました。本当に、なんていうかな、そのキャリアだけ伺うとね、もうトントントンと何の苦労もなくね進んでこられたように、なんかこう経歴キャリアだけ見させていただくと思っちゃうけども、実はそんなことはないよ、いろいろ大変なこともありましたよっていう感じだよね。ありがとうございます。さて皆さん、お聞きいただきまして本当にありがとうございます。どうだったでしょう。特にお仕事をしながら勉強されている方、またこれからねちょっと挑戦してみたいと思っている皆さんに何かヒントになることはあったんじゃないかなというふうに思うんですね。それぞれ誰もがそれぞれの人生があり、それぞれの思いがあり、また好きなことやりたいこともみんなそれぞれです。人は違って当たり前、むしろ人と違うことは素晴らしい、憲法13条個人の尊重そのものだと思うんですね。ですから、まあ、学生の方もそうですし、それからお仕事をされながら勉強しようしているって皆さんたちも、ご自身の皆さんのお一人お一人の人生ですから、それを大切にしながらきっとやるべきことを淡々と日々過ごしていく、そうすれば本当に一番いい時にちゃんと合格していきますから、まずは続けて頑張ってみる、それが素晴らしいことかな、大切なことかなというふうに思っています。まあ、これからいろいろ勉強自体も大変かもしれませんけども、ぜひ続けて頑張っていただければなというふうに思います。そんな皆さんに、少しでも何か思いが伝わったら嬉しかったなと、嬉しいなと思います。次、今日は鈴木恵美さんにお話を伺いました。鈴木さん、どうも本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。